うわ、燃えてる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。ほいほい。あ、もしかして子供成長。部屋を開けていない。部屋を開けていないぞ。マンションに一人暮らしさせようと思います。ふんふん。どちらがこの子のためになるでしょうか。とりあえず保留ってことでね、今回は。やらないようです。うんうん。はい、まあ、また次回だね。誰かに引っ越すまで少し待つことにします。はい、そうしてくださいまし。はい、それじゃあマンション見てこう。今回一人か、成長したの。てか子供自体が一人か。それじゃ、おハートマークがあるじゃないか。ミントさん、ミントさんは相手おったよね、普通に。あ、プロポーズ来たわ、久々の。ふんふん、いいと思います。頑張れ。しかし頑張るのは私なんだ。うーん、駅のホーム。今めちゃくちゃラフな格好やけど、なんかあったかな。カラータイツ、ワンピース、カラフルストール、キャミソール、ワンピ、スイーツ、 T シャツ、チェックスカート、網タイツ、冬のワンピ。季節。カラータイツ、ワンピースで、ウサギの耳リボン。どうだ。わからん。これでいいや。はい、これで。ふんふん。ふんふん。了解です。いってらっしゃい。ふー、そうだね。頑張ろう。さあ、ミントさんのことを考えるんだ。あ、でもちょっとわかりやすいかもしれん。ミントさん髪色が派手やけん。だいたい、あれじゃない？他に緑色のものとかそんなないんじゃない？多分。緑。今日のドラマ、おい。おい。めちゃくちゃ一瞬やったぞ。今速攻で押したはずなんだけども。今日のドラマ何時からだ。どんだけ気になるんだ。あと1回なんですけど。慎重に行こう。お願いします。緑。ドラマめっちゃ気になってる。なんだよ、そんなに面白いドラマなのかよ。もう少し一緒にいたかったな。どうだどうだ。そうだね。ぐっ。あと何回ぐらい。こっちのライフはあと1しかないんですけど。ドラマ毎週見てる。これは見てるよ。おい、最悪かよ。電車来たみたい。じゃあまたね。ふざけんなよ、おい。久々の久々のプロポーズがなんてことだ。あ、つらい、つらいよ。この次はちゃんとプロポーズできるように頑張ります。うんうん。はあ、次いつになるかな。強いリーダー、気持ちを強く持ってね。とりあえずほら、ガトーショコラでも食べてさ、落ち込まないでね。まあまあ美味しかった。うんうん、よかったよかった。
今度はあれか、次のプロポーズに向けて体型でも整えますか。全然細いけど。お、あきちゃんってことは子供かですよね。なんでもないですですね。ほっといてください私とダーリーの間に子供がいたらと想像したり、いつまでもおしどり夫婦でいいわいいわいいね。ですのね。うんうん、いいと思います。お礼にこれもあげます。実用品万華鏡をもらいました。ありがとう。キャンディーとはつかず離れずの関係も楽しみたいです。うんうん、つかず離れず、なんかすごい微妙な感じやけど。はい、お刺身どうぞ。いただきます。すごく美味しかった。よかったよかった。うーん、お嬢様ワンピだぞ。服、お嬢様ワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、私からのお返しです。お宝銀貨をもらいました。ありがとう。ふう、プロポーズの、プロポーズ失敗のダメージが。はい、それじゃあ、おーっと、喧嘩が一組。ゼロさん、入ります。爆発しとる。どうした？大丈夫か？さっちゃんと喧嘩しました。おー。腹が立ちます。穏やかそうな二人なんだけどもな。仲直りしてくださいまし。このイライラも沈めてください。ふんふん。エスカルゴだな。エスカルゴ。さあこれで踊って踊って。いいぞいいぞ。大好物だったようです。気分が落ち着きました。うんうん、仲直りしてこようと思います。さあちゃんと仲直りできるか。この間はごめんなさい。どや、こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品モビールをもらいました。ありがとう。旅行は計画通りに行かないとハラハラします。むしろ旅行に計画を立てていくことがないな。あ、でもこれは絶対に行きたいみたいな、それぐらいはあるけど。うわ、燃えてるってことはこことか。燃えてるめちゃくちゃめちゃくちゃ燃えてますね、レイさん。大丈夫か。めちゃくちゃ燃え盛ってるよ。ものすごく腹が立ちます。うんうん、仲直りしてください。私は悪くないので絶対謝りません。無理なんすね。部屋もめちゃくちゃ近かったよね。なんかじゃあそっとしておきますよ。ほら同じ階同じ階よ。隣は隣でね。なんか一応仲直りはしたはずやけど、まだちょっとストレス溜まってそうな感じするし、お隣のゼロさんも大変だな、みんな。それじゃあ、みんなに募金を募ります。さあみんな、じゃんじゃん入れてって。じゃん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 。今日は
27,100円集まりました。ありがとう。そしてミニニュース見てこう。こちになりました。ミニニュースをお伝えします。お願いします。本日セトキング誕生日や。誕生日を迎えました。おめでたいよ、おめでたいよ。お誕生日会の模様をお送りします。うんうん、拍手がうまくできないんだが、こっちこっち、手を合わせた途端に一つとして認識されるのか、ちょっと話した感じでちょっと話した感じでこれぐらい。おめでとう、おめでとう。不自然不自然。マジ飲みに聞きました。うんうん、間違ってろうそくを食べないように。間違わんやろ。ゼタキングさん、おめでとう。おめでとう。はい、こちのミーニュース、はい、冷静だな。茶碗がお伝えしました。ありがとう。うん、お、夜市や、夜市。よしよし、見てこう。お客さん、ずんだ飯してみない？買っていきましょう。いらっしゃい。福袋買います。あり。さあ一つ目の中身は食べ物、コロッケが入っていました。ふんふん、コロッケね。二つ目の中身は食べ物、スルメが入っていました。なんかあんまり大したものが入ってない福袋だな高級なんか。三つ目の中身は帽子、どんぐり棒が入っていました。どういう組み合わせなんだ一体食べ物系はどういう感じで入ってんだ。むき出しなのか。やだわ、どんぐり棒がコロッケのカスだらけになりそうめっちゃやだ。お、ラブラブだな相変わらず。もうめちゃくちゃ経つと思うんやけどね、結婚してから揉めてるわ。相変わらず燃えてるわ。燃えた状態でめちゃくちゃ物投げてた。怖い。はい、たっくん。入ります。遊んでください。遊びましょう、遊びましょう。ミーモザイククイズ。モザイクがかかってるミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。モザイククイズ、第1問。第1問。これは誰でしょう？マナリさん。答えはマナリでした。イエーイ。モザイククイーン第2問。第2問、ででん。これは誰でしょう？おー、リボちゃん。答えはリボちゃんでした。イエーイ。モザイククイーン最終問題。最終問題、これは誰でしょう？ででん。おかなさん。答えはかなでした。よしオッケーオッケー。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。それじゃあ一番大きいので。だからランドセルをもらいました。ありがとう。あのちょっと前にさ、あのちょうどテレビでの乱活の話を見たところやったんよ。なんかすごいよね最近ランドセルの色が。私も自分が小さい頃にさ、あんだけなんか選び放題で周りの子もさ別に赤って決まった感じじゃなかったんやとしたら絶対ピンクにしたもん確実にピンクにしたもん。うんうんうん、すごく美味しかった。よかったよかった。だって今ね、なんか夕方頃下校しよる小学生見てもさ、やっぱり赤以外めちゃくちゃいっぱいおるよね。あ、もう本当に一般的なんやなって思ったもん。赤じゃないっていうことも。なんかあのパステルチックな色を背負っとる女の子めちゃくちゃ多い気がする。あのなんて言うん、淡いパープルとか水色とかピンクみたいな。あと意外とあの薄い茶色、薄いブラウンみたいなのも多いかな、女の子。
可愛いよね、なんか全体的にいいな、夢川系はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、まあなんか二人ほどね、燃えとる人たちがおったけど、まあきっと次回には落ち着いてるはず。落ち着いてくれんと周りも困るよね。